アップストアをタップします。検索をタップすると検索欄が表示されます。検索欄にスマートヘムスサービスと入力します。アプリが表示されますので入手をタップします。iTunes ストアのパスワードを入力します。お客様が設定されているパスワードになりますのでご確認ください。インストールしたスマートヘムスサービスアプリを起動します。 OK をタップします。機能紹介を確認し、使い始めるをタップします。登録の流れを確認するをタップします。登録完了までの流れを確認し、スマートヘムスクラブに登録するをタップします。ご利用規約を確認後、同意するをチェックし、同意して次へをタップします。お客様の情報を入力し、登録をタップします。仮登録が完了すると、先ほど入力したメールアドレスに本登録お願いメールが届きます。メールに記載されている URL をタップし、本登録を実施します。本登録完了画面よりアプリを起動させます。登録したパナソニック ID とパスワードを入力します。ログインをタップします。アイセグをお持ちの方をタップします。サービスアプリのご利用規約を確認し、同意するをタップします。ニックネーム、機器コード、連携コードを入力します。最後に登録をタップし、スマートヘムスサービスアプリのトップ画面が表示されたら登録完了です。